と長さの調節ができます。一度セントレアにピンクの翼があること、こちらお願いします。お越しありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ということでセントレアに今いるんですけども、本日は2020年の12月24日、特別な日でございます。皆さんお待たせしました。そう、セントレアに新しくピーチが新規就航する日でございます。たまたま本日クリスマスイブと被ってるんで、一応ねサンタの帽子被ってきたんですけど、ピーチでの、セントレア札幌便、これのね初便に今から乗って皆さんにそのね寄せてのお届けしたいと思いますね。セントレアから出発するピーチ初めてということで、かなりね楽しみにしております。今回ありがたいことにですね、ピーチさんから私ね招待されておりまして、セントレアメインに飛行機をね利用されている方々で、まだピーチという航空会社ね、どういったものか具体的に分かんないよとね、 LCC って何といろいろ思ってる人もいるとは思いますんで、そういった方々に向けてですね、非常に分かりやすくピーチのね利用方法とか、こういう航空会社なんだよっていうのをね解説しながら、フライトレビューとともにね皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは今からピーチのチェックインカウンターの方に行ってチェックインします。 LCC なんですけども、ピーチはですねオンラインチェックインとか、あとスキップサービスというのを利用できないんですよね。まあ、その辺を今ちょっと今から解説したいと思います。こちらがセントレアの国内線のチェックインカウンターがあるエリアなんですけども、今自分がいる場所、こちら ANA ですね、 ANA のチェックインカウンターが集中しているエリアになりまして、その片隅にピンク色のピーチのねチェックインカウンターがあります。それでこちらがピーチのチェックインカウンターになりまして、ちょうど真横はですね ANA のチェックインカウンター、ちょうど後ろも全て ANA のカウンターですね。それでこのように出発案内が今書かれておりまして、初便ですね、本当にセントレアからの第1号の初便はこの MM461 便ということで、札幌行きで定刻朝8時半出発で、ピーチの場合はですねチェックインは出発時刻の 1時間前からしかねできないというルールになっておりますので、まあ2時間前とか3時間前早くに行ってこうラウンジ行ったりとかっていうことはちょっとねなかなか厳しいかなと思います。はい、札幌便はね1日2往復しますんで、夕方の便もありますね。本日ですね札幌便以外も仙台便もね就航するということで、これはお昼の13時35分からですね、これもいつかちょっと乗ってみたいと思っております。チケットを予約するとバウチャーが届くと思います。 QR がついてるねメール届くと思いますんで、そちらをねこの機会にかざせばチェックイン完了ということで、荷物ある人はこっちで預けないといけないですね。で本来ね先ほども言いましたけども、ウェブチェックインとかオンラインチェックインとか、事前にねこうスキップサービスで登録しても、一切ねカウンターに行かずに保安検査行くっていうことがピーチの場合はできないので、荷物がなくてもこのね、チェックイン機を通してから発見して保安検査を抜けるという感じになりますので、その辺がちょっとピーチの特徴という部分ではありますから、皆さん気をつけてくださいね。それでですね本日は札幌仙台便就航なんですけども、来年の、ね、1月22日から沖縄の那覇空港と石垣、こちらにですねまた就航するんですよね。すごいですね連続して新規就航、まあ、セントレア利用する人々にとっては非常にいい話というかね、まあ、明るい話題ですよね。まあ、私も名古屋駅とかいろいろ歩いてると、このピーチの広告っていうのがすごいんですよね。かなり気合を入れて、かなりお金を投じて認知させるためにね、宣伝されておりますね。まあ、こんな感じでタイムテーブルにもピーチのねロゴが表示されてますよ。 APJ461 ピーチアビエーションですね。こんな感じでスタッフの方々もサンタ帽をかぶってクリスマスをね演出してますね。便をご利用のお客様は保安検査場をお通りになり、搭乗口へお進みください。 May I have your attention please?お願いします。荷物はカウンターでそのまま預けるのではなくて、一度確認したら ANA のカウンターに持っていくんですね。ちょっとこれは知らなかったです。おはようございます。おはようございます。バッグのカバンなんかライター待って、モバイルバッテリー、電子タバコは入ってます？あ、ないです。確認が終わるまでちょっと待って。はい、こちらがピーチの
航空券になりますね。ちょっと荷物を預けるいろいろこう手間とかはちょっとあるのかなって思いましたけども、まあ、これはセントレアだけなのかな、まあ、でも比較的スムーズにスタッフの方々やっていただいております。ということで保安検査抜けて制限エリア内に入ってまいりました。ちょっと言い忘れてたんですけど、ビーチはね LCC なんですけども、第一ターミナルを利用するんですよね、セントレアの LCC っていうのは基本的には新しくできた第二ターミナルをね利用することが多いんですけども、ビーチは第一ターミナルということで、その辺もね皆さん利用する際はお気をつけください。まあ、やはり早朝のセントレアっていうのはね、国内線が一気に集中している時間なのでお客さん多いですね。セントレアでこのピーチの機材を見るのは結構違和感があるというか新鮮ですよね、はい、昨日関空から到着したものだと聞いております。ゲートの前に来ました。こんな感じです。こちらが本日限定の画面ですね。書便にご搭乗いただきありがとうございます。この生まれ育った名古屋で、そしてこちらセントレアにピンクの翼があること、大変今感動していて感慨深い気持ちです。この中部エリアにはたくさんの魅力がありますし、日本中の人たちにもっと気軽に遊びに来ていただけたらなと思っています。ということで今セレモニーが終わりまして、今からいよいよ搭乗開始ですね。入り口でセントレアの社長とピーチの社長、客室乗務員の方々からプレゼントがもらえるみたいです。それでは早速ゲートくぐります。本日は170名近くのお客さんが搭乗するということで、すごく賑わってますね。おはようございます。お待たせしました。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ありがとうございます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 。はい、ということでゲートくぐりました。いよいよ持ってきます。一応ね、記念品としてキーホルダーみたいなのもらったんですけど、またこれは後で説明したいと思います。ということで飛行機の中乗り込みました。エアバスの A320-200 セオですね。こんな感じでセントレアの社長とピーチの社長も降りてきて一緒にお見送りをするみたいですね。今日は本当にメディアの数がかなり多いと思います。
様、新千歳空港に着陸いたしました。皆様、本日は名古屋中部国際空港発札幌新千歳空港行きの旅便にご搭乗いただき誠にありがとうございました。名古屋と北海道をつなぐ翼として今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。はい、ということで札幌新千歳空港の方に到着いたしました。セントレア発新千歳空港行きのピーチの初便に搭乗しましたけども、ピーチに関しては日本で今一番勢いのある LCC の航空会社でございまして、まあ、どんどんね路線が今増えている真っ最中といったところで、2020年の最後にですね、まあ、セントレアから札幌仙台をね、まあ、新規就航させてくれたということで、利用する選択肢が増えることはね非常に嬉しいことなんで、まあ、来年はセントレアから那覇空港と新石垣島空港で、この2路線も新規就航すること決まっておりますんで、コロナがまた明けた後ね国際線とかも増えてくるかもしれないんで、かなり私は期待している航空会社でございます。こういったご時世なんで感染症対策っていうのはかなり気合を入れてね、ピースさんもやられておりまして、いろいろねそういった説明をセレモニー等でも聞きましたけどね、まあ、十分安心してご利用いただける航空会社だと思いますので、まあ、皆さんでぜひぜひ機会のある方、特にセントレア利用する方でね、北海道行くよって人はピーチ利用してみてはどうでしょうか。本日新規就航したセントレア発新千歳行きのピーチ初便に乗ってみたっていう動画はこれで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。